トゥーズラ島の一トゥーズラの紛争は、トゥーズラ島を支配をめぐるウクライナと、ロシア連邦との間に発生した、領土紛争である。現在、トゥーズラ島は、クリミア半島にあるウクライナの都市、ケルチの管轄下に置かれている。面積は3平方キロメートルで、長さは6.5キロメートル、幅は500メートル近くしかない。その上、しばしば侵食されている。特に、 1925年の死刑では大きく侵食され、まるで当時のロシアソビエト連邦社会主義共和国のクラスのダール地方のたまーニ半島から続くような狭い岬のような形状になってしまった。1941年1月7日、ロシアソビエト連邦社会主義共和国最高議会で同共和国クリミア州への編入が決定された。その後、 ペレアスラフ協定300周年にあたる1954年2月19日には、ロシアとウクライナの友好を記念するとして、クリミア州は、ウクライナソビエト社会主義共和国へ編入された。そのため、ウクライナが独立すると、クリミア州のトゥーズラ島は独立ウクライナの領土となった。トゥーズラ島は、狭いケルチ海峡に浮かぶ島であって、同海峡の領海権や航行権の問題に、 大きな影響を及ぼす規制となっている。そのため、ロシアとウクライナの間において、領土問題が発生することとなった。2003年9月、ロシアの砲台の建設のために、トゥーズラ島に隣接するクラスのダール地方、テムリュークチクタマアは、砲台とロシア側の騎士との間の連絡を取るためのボートを、海域に展開させることを決定した。三交代制で、 建設者は150メートルのボートを一日で建設した。ロシアの建設班がウクライナの国境線に達した後、両国間の交渉が始められた。ウクライナはアゾフ海とケルチ海峡はそれぞれ別個の境をなすウクライナとロシアの内海であらねばならないと主張した。この原則はトゥーズラ島をウクライナに属させるものであった。ロシアは アゾフ海海域で公式にはっきりと制定された、教会は、ケルチ海峡でトゥーズラ島は半島であるという従来の主張を断念することを意味すると主張した。加えて、ロシアは、ただのクリミアの大陸部分はウクライナを離れることを支持した。ロシアは、アゾフケルチ海域の共同統治を提案し、未制定であった、海上国境の制定に有益であるとした。 2003年9月30日、ウクライナ外務省はロシア外務省に対し抗議文書を送致した。10月6日には、コスチャントインフルイシチェンコウクライナ外相は、モスクワへ出向き紛争に関する交渉に入った。紛争解決における主要部分のため、ラテンアメリカ歴訪中であった、レオニードクチマウクライナ大統領が緊急帰国し、トゥーズラ島を視察した。10月22日、 ウクライナ最高議会は、ウクライナ・ロシア関係について、審議を行った。10月23日、堤防の建設が停止された。ウクライナの国境警備隊の証書とロシアの建設半島の間はわずか100メートルしか残されていなかった。11月には、ロシア、ウクライナ両国の首相が堤防の建設の凍結を合意した。12月3日には、 トゥーズラ島で新しい国境監視の証書の建設が開始された。2005年7月、ロシアはトゥーズラ島とその海域がウクライナに属することを承認した。ありがとうございます。